きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ第3弾。はい。今日はですね、まあ第3弾って言っちゃうとね、うん、勝手にスケジュール動かすからね。スタッフは。3弾じゃない可能性があるんですね。あるかあるあるある、はい、なんかいろんな情勢を見て、はい、今日このチーム出した方がいいんでって言って、はい、だから前回のサバイバルポジションも、はい、阪神あの日に出すのじゃなかったのよ、はい、出すのじゃなかったんだけど、うん、なんかその阪神のなんかニュースがいっぱい出てるから、はい、だから今日阪神出した方が回ると思うんで、はい、阪神出そうって言って先生が言ってきたらしいで、はい、で俺まで来てあいいよって言って出したら、うん、はい、大事にしてた。炎上も狙ってたんですか。いやもう、ね、私が一番やと思ってすぐにアドラムに言うて、はい、やった結果、うん、こっちに来たっす。今日一番いいっつって、はい、今日あるっつって今日出した方がいいっつって出したら自分に大影響。一番影響してました。あの時出したからたくさんの人見られたわけですね。たくさんの人に見られたけど、たくさんの人にからの矢がめっちゃ飛んできたっていう。あれ一つ言っていいですか、うん、ワニミエセスなんですよ、うん、ミエセスがフライ落球してなかったらあんなことなってないんですよ、うん、紅白戦かなんかでライト入ってフライを落球したんですよ、うん、そのフライを、うんうん、それでファンの方が怒ってたんですよ、はい、でその日に上げた動画がミエセスってか兄弟とか言ってたあの動画面白かったじゃないですか、はい、私ミエセス見とるみたいな、うん、だからそういうフラグも立ってもう一回動画にみんな来たんですよ、うん、それでただそういうニュースに対しても岡田監督のコメントってこういつも独特でいいですよね、うんうん、なんか見ちゃいますよねニュース。お前も独特のコメントすればいいよ。あれとかですか。あれはあれがあるからだからこれとかにすればいいじゃん。それとかね。それな、うん、それやろやっぱり。それな、それはやっぱ欲しいやろちってそれ目指せないやつおらへんやろちって。いやね、失敗しますね。いやでもまあ面白かったですからね、はい、あと、うん、今面白かったかどうか分かんないけどね俺らは面白かったと思うけど、はい、あっちは圧倒的に再生数もいいんですよ。それは俺らのおかげで。いやすごいです、はい、炎上のおかげですか。いやそれはないですけど、うん、やっぱ阪神って人気ないなーって思わせてもらいましたね。じゃあやっぱ今日のチームもさ、はい、ガンガンちょっと毒舌で。それは言えないです。やっぱり分からないですね。分かる、ビビってんの。その球団一番分かんない謎が多いです。一番分かるやろ。分からないですね。それなんか通通なんじゃないですか。通通やろやっぱり。全然知らないです。何の話ですか。ん、今日中日だけど今日全然知らないです。そうなの。はい、広島とかヤクルトは知ってるんですけど。アンチな中日。中日ですか。アンチな。アンチです。中日アンチ。アンチなの。アンチなの。僕あれですもん、プロ野球アンチになろうと思って。師匠が言いますプロ野球アンチ。もう視聴者が何言っとんねんと思ってますよ。もうなんかやっぱ素人ってな、おもろいと思ってんだろうけど、おもんないねん話が。どこにゴどこのゴールに向かってるかはもう、はい、迷走したよな。その動画は今日流れてるんですよ、今日。間違えた。知らなかったです。今日流れます、その概要が貼ってます。そうだ。はい。今、もう着地、迷走してたと今、コメントの。コメント迷宮入りしてたよ。まあ、カットしてるんでいいです。収録の強みですよね。まあそうだね、うん、まあそれはもう編集の人が面白いと思うかどうかだね、はい、思わなかったらバサッて書いてるんですよね。でも最近気づかった青空くんがもう僕に見せてきてこれとか流していいかなって言ってるんですよ。いいやろっつってカットしろっていいやろっつってな。まあね、尺調整だから。はい、もうちょっと4分も経ってますよ。そう、先生にあげてね、はい、まあ中日のね、はい、崖っぷち選手は、はい、こちらです、うん、福谷です。わあ、福谷もね、はい、まあ、この前の俺は日刊スポーツの評論でも言ったけども、うん、はい、まあ、その、まあ、若干やっぱピリッとしないよね。でしかも32歳、はい、今ね、うん、早生まれだけども、はい、中日も先発ローテが安定してるから去年は5試合投げて、うん、1勝3敗防御率 9.00、はい、だからちょっと危ないね。だって先発がさ、小笠原でしょ、うん、柳、はい、高橋宏と、うん、大野、ひょっとしたら中地入ってくるかもしれないし、松葉とかね、はい、であとは鈴木浩志も先発転向だよね。うん、で上田ねとかあるから、まあ、6枚目をね、うん、争ってんだよ、はい、立浪さんも言ってたけども、うん、でもそんなもんね余裕ぶっこいて、はい、開幕に向けて調整してる場合じゃないから、うん、そういった意味ではもうここまだ若いのが入ってきたらよ。そうです、ね、もうなくなるからね完全に、うん、閉店ガラガラになるからポジションが、うん、若いもいますから。あ、そうだ、枠同士も入ったし、うん、そういった意味ではちょっと危ないね。そうですね、正直頑張んないと。そっか、福谷としてドラ1だったんだ。
慶応からね、はい、で続いてがね、はい、あの橋本、お橋本投手大正大から入って、はい、うん、で、昨年、まあ、1年目14試合次28試合で昨年4試合、うん、防御率 9.72、はい、ちょっとこれは期待値がどんどんベンチからの信頼度が下がっていく成績だからね、うん、でも俺、大正大の時見たの、はい、その時パナソニックの臨時コーチだったから、はい、大西より良かったのよ、へえ、橋本の方が、はい、だからいやこれはで左もいないし、うん、中日橋本いいところで取ったんちゃうかと思ってたら、うん、大西の方が良かったっていうね、うん、プロ入ったら、はい、でもまだ4年目ですよ、どんどん下がっていくと、はい、諦められちゃうから、あ、その期待する人たちが変わってくるからチャンスが少なくなってくるんだよ、うん、そっか、まあどっかで1回はこう大活躍したっていう年とかがないとどん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 もう存在忘れられていっちゃいますよね、そう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 、で昨年は2軍でね、うん、先発調整を始めっていうところでね、もうリリーフダメから先発にっていうね、はい、ところもなってるわけじゃん、うん、だからそこがね先発でもハマればね、うん、だから6枚目をね争う感じだけど、まあ、リリーフになっても先発になってもそこで自分の存在をね出していかないと、うん、はい、どっちも先発でもね松葉とかもいるからね、うん、左はね小笠原もいるしね、はい、だから今勝負だね本当に、確かにそうですね、うん、大卒4年目、うんうん、で、続いてがね、はい、キャッチャーの加藤、あれ戻ってきた加藤選手ですか、そう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 、はい、崖だね、戻ってきたけれど呼び戻されたけれど、でも呼び戻されるってことは必要だから呼び戻されるわけじゃん、はい、チャンスじゃんね、チャンスですね、だから加藤って何気にめっちゃチャンス多いのよ、うん、はい、今まで、うん、中日にいた時も、はい、谷繁さんが引退してから、うん、キャッチャー誰もハマらなくての時もチャンスあったし、はい、うん、であのロッテ行った時も、うん、井口さん青学で一緒の監督で、はい、コーチも青学いっぱいいて、うん、で起用されて、うん、であのチャンスもいっぱいあったし、はい、でもまだ掴めないのよ、うん、そうですね、そうなんでかっていうと打たないからね、はい、これ打ちさえすればね本当レギュラーいけるのよ、うん、でも打たないからなかなか掴めないわけ、今年31歳だからね、うん、通算打率1割7分8厘だからね、本当だ、だからここが打てさえすればチャンスあるのよ、うーん、だからこれがもし打てなくて継続になっちゃうと、はい、それもまた諦められちゃうよね、うんうんうん、だからもう31歳でしょ今年ね、はい、まあ、ラストチャンスだね、そうですね、呼び戻されたからにはここで活躍したいところですね、そう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 、存在、そうそうそう、いるってことですからね、チームとしては、うん、そうだともう木下の一人旅になるからね、はい、そういったところではでもまあチャンスはあるからね、うんうん、で続いて、はい、高橋周平です、高橋周平選手も崖ですか、崖だね、だってサードカリステ選手、うん、外国人ね、うん、っていうところもいるし、はい、まあ、石川が今怪我からの復帰なんだよね、うんうん、で二遊間が新人使おうとしてるじゃん、はい、村松とか、うん、田中とかね、とか、うん、手立ってきたらよ週にいないじゃんね、うん、高橋周平がどうなんだろうっていう、高橋周平選手と石川昂弥選手をなんか競わせるみたいなことを言ってますよね、うん、そうそうそう、あと外国人をどうするかなんて、だからその、うん、秋のビシエド、アルモンテ、カリステ、うん、でピッチャーはロドリゲスとマルティネスを使うじゃんね、はい、うんうん、野手は3人使えるんだけど、はい、まあ、誰をどう使うかで、だからアキーノ、カリステでアルモンテとかビシエドをファーストで使ったら、うん、もうないじゃん枠が、そうですね、空いてないですね、で二遊間に新人とか使っていったら、あと土田もいるしね、はい、そうだ、うん、去年ね、うん、で改名してリュークね、うん、あ、土田じゃなかったんですか、リュークになったんですか、そう、名前になったの、登録名がね、だからそうなってくると、はい、ポジションなくなっちゃうじゃん、うん、だから圧倒的な数字見せて存在価値出していかないと、はい、使われなくなっちゃうよね、そうですね、まあ、昨年も打率2割4分9厘と、うん、だから2020年のね、3割5厘打った時の、うん、までとはいかないけども2019年の2割9分3厘ぐらいのね、うんうん、感じで存在意義出したいよね、はい、だから崖っぷちだね、まあ、そうですね、うん、ちょっとここ踏ん張りどころというか、ね、サードとかすぐ外国人取ってくるからね、難しいとこですよね、うん、そういう新外国人選手が入ってくるとここで今年またパッとしなかったら、うん、もう本当にね、一気に若手にシフトチェンジされちゃうから、はい、勝負だね、どんどん存在が薄れていっちゃう可能性があるので、うんうん、今年が勝負ですね、うん、はい、っていうところかな、うん、どうあんの、
てる。特にないです。素晴らしいと思います。素晴らしいと思います。素晴らしいの。頑張ってほしいなと思います。あ、そうだ、はい、じゃあ袴田スコープ、あ、私のミニ枠、うん、はい、私が個人的に頑張ってほしいなとか、うんうん、今年来るんじゃないかなと思う選手、今年、うん、ブライト選手出てくるんじゃないかなと思います。今度もう今練習試合でも2軍だけでホームラン打ってるしね。え、うん、あのやっぱり今年2年目じゃないですか、うんうん、でもドラフト1位で去年入ってきて、鵜飼選手が2位で、うん、まあ、2人で、まあ、どっちが出てくるかも、うん、外野大卒で取ったので、うんうん、でも鵜飼選手がまあちょっと先だったじゃないですか、うんうん、でも今年やっぱりちょっとその何根性で、うん、今年は俺が行くぞっていうなんか意気込みを感じますよね。ちょっと中村のりさん主導でオープンスタンプにして、はい、ちょっとバットの使い方とかものりさんみたいに手でこうやってやってんだよね。あ、見ました。見た。見ました。あの読谷行ったから。あ、見ました、うん、よかったですか。良かったとか、あ、ノリさんの指導法、まあ、形とかノリさんじゃないよ、はい、でもオープンスタンスにしてこの手でこうなんか落合さんみたいに、はい、こうバットのボールの下に入れていくみたいな、はい、で逆スピンかけてみたいな感じに見えんねん、はい、打ち方がね、うんうん、でも当たったのえげつなかったから、ね、だからそれに今取り組んでていい方向に向いてっちゃうかっていうね、はい、だから外野手争いっていうところに、しかも立浪さんももう一軍で使いますみたいな名言ってニュースになったので、うんうん、これは出てくるんじゃないかと、うん、来る来る来る。でも大島、岡林、秋入れだからね。あ、ちょっと外国人そっかいるのか。だからまあそこでね圧倒的な数字の残したら、うん、あのブライト使うかもしれないしね。でもまあ去年の時点でも鵜飼選手が途中出てきたりとか、うんうん、まあいろいろそういうチャンスがあると思うので、うんうんうん、今年は出てくるんじゃない。去年一回も出てないので、うん、まあでもいい形で今ね、うん、キャンプ送ってるからね、アピールできてると思うので、うん、いいね、まあ、楽しみではあるね。はい、めっちゃ楽しみ。ドラフト1位だからね。そうです、やっぱ1位は活躍してほしいですよ、うん、頑張ってくれないとね。はいはい、はい、ブライトに向かって何かあります？何か俳句とか何か今日はあります？今日はないですか？あ、ちょっと一言だけ。あ、いいです。じゃあ、あの、はい、応援コメントだけでいいですか、ね。あ、はい、はい、ブライト選手、ブライトな活躍を頼みます。ありがとうございました。